さあということで、早見さんこのポッドキャストに、はい、初登場とお邪魔します。はい、はい、いったところなんですけれども、はい、まあそのシャープ1シャープ2ではですね、うん、種崎さんにめちゃくちゃ初歩的な質問、うん、声優になったきっかけはっていうことを聞いたんですけれども、あつみさんの声優になったきっかけを聞いたことがない。そういえばもう一回話す。楽屋でやでってやで。早見さんはどうなんですか？うんうん、私は、はい、小学生ぐらいの時に、うん、家で親が、うん、オードリー・ヘップバーンさんの映画を結構流してたんですね。うんうん、いろいろ有名作品とかを流してて、それをこう吹き替え版で家で見てたんですけど、うんうん、それまではずっとその海外の方が、うん、日本語を勉強されて日本語で役をもう一度やってるんだと思ってたんですよ、子供の私は。だけどある日、いやこれはそうではないんだ、もしかして誰か別の人が声を当てているんだっていう衝撃の事実に気づいて気づいたんですね。そう、気づいたか教えてもらったかどっちかだったと思うんですけど、親から。それでそんな仕事あるんだっていうので面白いと思って、それが一番初めに声優さんっていうなんかこう仕事として認識したのが一番最初というか、その池田さんだったんですけど、吹き替え池田雅子さんが吹き替えされてるのを見て、それが知ったのがきっかけで、でそっから結構もういろんなメディアっていうものに結構幅広く興味持って、映画も好きだったし、アニメも自分が起きてられる範囲の夜のアニメとかやってたじゃないですか、当時見たりして。でも割とすぐその中学生の時に今の自分が所属してる事務所の養成所に申し込んで、習い事みたいな感じで。早いよな。そうなんですよ。でも本当にもう習い事感覚でした。週一でしたし、日曜日とかだったの で、 私が通ってたのがジュニアクラスだったんで、中3ぐらいまでしかいなかったんですよ、通ってる人が。だからこうちょっとこうなんて言うんですかね、友達たちと一個の演劇作るみたいな。もう全部自分で申し込んでやら、もう全部自分。それがめちゃくちゃ引っ込み思案だったんですよ。ほう、そういうの好きだったんですけど、なんかこう私が自分でやるって言えなくって、こう今の養成所の広告が載ってる雑誌があったんですけど、それをこう開いて、リビングの机の上にすって置いといて、これ見よがしにこうすって置いといたら、親がそれ見て、え、これ何みたいな、これ何ってなった流れで、いやちょっと実はこういうことに興味がございましてみたいに言って、あ、そう思えば全然知らなかったんで、そうなんだってなって、でもその母からもし本当にそういうのに興味があるんだったら自分で養成所に電話して申し込みしなさいみたいに言って、それでも震える手でもしもし小6の終わりぐらいに自分で電話して、養成所に通いたいですって言って。すごい行動力だ。その電話取った人と喋りたいもん、もう原石最初の第一歩。うわー、そうなんですよ。それで養成所入って、その後そのままの付属の事務所に入ったっていうのが本当の流れというか。いや素敵な話ですね。作詞な部分も垣間見えましたけれども、はい、言えなかったんですよね。そういうやり方があったかっていうね、自分の口では。いや素晴らしいですね。そうなんですよ。やっぱ面白いですね、改めて聞くっていうのは。なんかベタベタだけど、なんかこのどうしてなったんですかみたいな話は、意外とね、我々ではそんな共有しないというかね。二人の知りたいな。全然知らないかも。